おはようございます、のぼです。霞ヶ浦で朝を迎えています。風車が素敵です。90キロほど楽しく走りたいと思います。今日は暑くなりそうです。今日はよいしょ、霞ヶ浦この辺にいます。ここをスタートしてここか、ここにいます。この風車のある公園です。ここからぐるっと一周をして橋を渡ってさらにぐるっと回って帰ってくる約90キロのコース行きます。あのさ、今さここでさセブンさ、こここのね、うん、セブンイレブンなんとか店、うん、ここに寄って、ま、補給と手袋了解なんか買う了解。ここいらは蓮の畑がいっぱいあります。今日は風が弱くて霞一日和です。いっぱい走ってます。あ、風さまくります。おーい、こんにちは。自衛隊の演習地、あ、演習場だそうです。道からそれてサイクリングロードの看板があります。地面にはプリントもきっちり整備できてます。ここはヨカレンの聖地なんでしょうか。回転の実物大模型があります。日本の負の遺産です。ゼロ戦の21型実物大模型がありました。すごいです。模型ですけどかなりリアルです。というかほとんど本物より近いかも。こんな感じです。それほどマニアではないので細かい違いが分かりません。でもやっぱり美しい機体です。ワクワクしちゃう。ちょっと忘れ物をしたのでセブンイレブンでお買い物をしています。湖が綺麗です。朝霧があったので今日は天気になると思います。ツナマヨのおにぎりで走り始めです。ふうさん新作です。ちょっと事情があって手袋買いましたね。ハス畑でハスを収穫しています。あ、なんか、あ、浮いてる浮いてる。へえ。冬は大変そうな仕事ですね、ふうさん。何橋？おお、古渡り橋。あ、めちゃくちゃ新しいなこの橋。お、ブロンプトンのおじさんです。霞ヶ浦、何気に広いです。塩見食堂まであと11キロ。こんなところで一休み。あっちの方です、多分。頑張ります。橋渡ってます。あっちの方に行くんです。お、あそこにもなんかありますね。稲敷大橋です。あっちへ行きます。
この橋を渡ります。あの先を左に多分行くんです。潮見食堂に到着です。今日のお昼はここサイクリストがいっぱいです。念願の潮見食堂に来ています。デカ盛りで有名なお店です。ん？そうね、よいしょ。メニューこれを頼む、これのご飯少なめを頼みました。どんなのが来るのか楽しみです。ハンバーグのご飯の量は聞かれませんでした。どんななんでしょう、お楽しみです。喉を減らしてるからちょっと